藤田ニュースウェブ。最初はその初めて音楽療法に関わるってことだったので、子どもたちとか一人一人だとそのやっぱ恥ずかしくてとかで、なかなかコミュニケーション取りづらい部分もあるんじゃないかなって思ったんですけど、そのやっぱあの親御さんとかと一緒にあのお話ししたりとかすることで、いろんななんかコミュニケーションがうまくできるんじゃないかなっていうのは今回経験してみてすごく思いました。